全てを奪われた。多くの兵が散り、多くの民が犠牲となった。わらわの愛する者、全て、奴はその全てを奪っていった。信じていた。わらわが愚かだった。黒い太陽、貴様は絶対に許さぬ。たとえ我が命尽きようと、貴様だけをわらわが消し去ってやる。おお、なんかすごいストーリーが、なんかだいぶ壮大な物語が。今の夢は、いや夢なの、ね、黒い太陽。夢なんだ。今涙がちょっと出ましたね。第7章、黒い太陽じゃないのか。妖怪たちが住む世界。え、今頃って感じがしますけど。あ、はい、おはようございます、マリモです。ということで本日は8月20日、20日って言いますね。ということで始めていきましょう。それじゃあ、アイムちゃんの回復を祝っておめでとう。みんな助けてくれてありがとう。それと本当にごめんなさい。まさかジョローグモがずっと私に取り付いていたなんて思わなかった。いやいや、覚えてない方がいいですって。そうにゃんそうにゃん、アイメは何にも悪くないにゃん。でも私、これ以上探偵団にいる資格なんてないよ。たとえ私が覚えてなくっても、悪いことをしたのに変わりはないもの。それにまた何かに取り憑かれてひどいことしちゃうかもしれない。だから、あやめさん、また助けるさ。なんだだって、助けて、俺があやめさんを守ってやるから。探偵団やめるなんて言うなよ。アキノリくん、みんなアキノリと同じ気持ちだよ。これからみんなで一緒に妖怪探偵団やっていこうよ。ありがとう。みんなありがとう。私、みんなと友達に嬉しいな。うん。妖怪探偵団再始動って感じだね。これにて一件落着。お、いや、なんかありましたね。大丈夫。あがり。うん、大丈夫。てか見えるもんなんだね。なんだろう、この感じ。てかさ、ねえ、大丈夫？いる？いるよね、あの子。あの子いるよね。あれで引退とか、ああ、よかったですね。あゆみさん、体はもう大丈夫？おかげさまで、元気いっぱいだよ。ああ、よかった。なんともないようで、安心したよ。あやめさん、何かあれば、すぐに僕を呼んでください。たとえ地球の裏側へだって、飛んでいきますから。ありがとう。でもキモい、かかつけすぎだぜ。何を言ってるんだいジュニア君。僕は前からこんな感じじゃないか。ジータンの攻撃全然効いてないじゃじ。それにしてもあの時の明かりはすごかったね。一瞬でアイメさんを助けるなんて、妖怪ウォッチにそこまでの力あったかな。ねえねえ、私もあの時のことはあまり覚えてなくて。あかりちゃん、一体どうやったの？あかり？あ、な、何の話だっけ？あれ？なんか今日はぼーっとしてるね。どうしたの？ちょっと気になることがあって、昨日の夢のことなんだけど。うんうん。あー、変な夢って見るときあるよね。俺なんか昨日犬になった夢見ちゃってさ、ジーベン君。もう。なりまくん、今大事な話してるから。すみません。すごくはっきりした夢だったの。ま、その夢の中で私は一人ぼっちで、そこは知らない場所のはずなのに、どこか知っている気もして、自分でも感じたことのない激しい怒り、それを何かにぶつけているの。なんか怖い夢だな。その何かって？黒い太陽。
白い太陽？なんだそりゃ。わからない。だけどそれが何なのかも私は知っている気がする。なんだか誰かの記憶が頭の中にあるみたいでちょっと怖くなっちゃって。もしかしてあやめちゃんの時みたいに私にも何かが取り付いているのかなって。あかりちゃん、でれってって。じゃあその黒い太陽について調べてみようよ。もしかしたら夢の原因がわかるかも。そうだね。みんな。でもただの夢かもしれないし。おいおい。もっと俺たちを頼れって。そのくらい解決してやるぜ。うん。それに困っている人を助けるのが探偵団の役目だからね。うん。私も手伝うよ。もしかしたら何か力になれるかもしれないし。ありがとう。よっしゃ、じゃあまず黒い太陽ってやつから調べてみるか。もしかしたら妖怪に関係するか、することかもな。まずはおばばに聞いてみようぜ。ちょ、秋のりの声優志望で、ちょ、秋のりの声優志望です。ちょっと、秋のりの声優ちょっと、うまくない。秋のりを、俺のあの声でも別に多分納得でしょ。あえてここで待ってるのはなんでなの。黒い太陽ってなんだろうね。早くおばあさんに聞きに行こうって感じですね。感じですね。なんで俺は感じですねって言われてる。なんじゃ？お主ら、わしに何か用かの。おばあ！ B ランクにしてくれ！違う。聞きたいことがあってさ、妖怪に関わることかもしんねえんだよ。はい。黒い太陽って聞いたことないですか？ん？何？黒い太陽じゃと？どこかで聞いたことがあるような。マジか、おばばに聞いて正解だったな。アキドリとおばばの声が似ている。まあ家族だからいいでしょう。確か有星家の蔵にあった巻物にそんなことが記されたかもしれん。しかしの一つ問題があっての。問題何ですか？蔵が開かないとか。実はな、数十年ほど前に蔵で火事が起きてんの。数多くの巻物が焼けてしまったんじゃ。マジか。火事？そういや前に聞いたことがある。それのことか。焼き残ってた巻物には黒い太陽の記述はなかったの。あの時の火事さえなければの、まだわしがピチピチに若い頃の出来事じゃ。え、10年前じゃないの？力になれずすまんの。ありがとう。ありがとう、おばばさんと。でも当てが外れたな。何か他の方法を考えないと。あ？どうすればいいんだ？まいったな。どうしよう、手がかりがなくなっちゃったね。おばばの若い頃に火事か。何十年前の話なんだか。ねえ、まだ巻物あるかもしれないよ。どういうこと？戻ればいいの。まだ巻物がある時代に私たちならそれができるでしょう。そっか。そうだ、世界の扉で昔の桜本町に行けば。いやいや、30年前も焼けてない説はあるじゃん。あ、でもピチピチに若い頃か。あ、微妙だな。まだ焼けてない巻物があるってことね。なるほど。うちの巻物のことなら同じ有星家のタイが知ってるかもしれねえな。はい、ということで過去一番か、考えても見なかった。さすが風花ちゃん。ねえ、私だって探偵団なんだから。そうと決まれば早速過去の桜本町に出発だぜ。いやいやいや、あいつら更新してるみたい。急にさ、ピッツピッツ。シンたちは元気してるかな。あれ、いね。そりゃ相変わらず元気に雪の中走ってんだろ。なんで過去の高城と昼の間だけなんだろう。まあいいよ、行きましょう。てかアイテムないんだよ。アイテムちゃんと買っとかないとね。90年前か。あのおばばも。そっか。あれ、まさかさ、おばばの名前って大切ない？いや、さすがにそれはないか。おばば90。いや、ありえるぞ。いや、ありえないか。タエの娘がおばばの説は全然あるんだろうけど、おばば自体がそのタエじゃない、それはあるよね。ああと、まあ何でしたっけ、その妖怪ウォッチシャドウサイドっていうアニメの方にもね、
あの女の子が出てるらしいんですよ。あ、違う、タイじゃなくて、あの、あれですよ。前回、取り憑かれたあの子ですよ。が、出てるらしいんですね。ということで、シャドウサイダーアニメ見ようと思います。っていうことが決定いたしました。決定いたしまして、とりあえずね、見ようかなって考えている所存でございます。ということで、そんな話をしている間に過去の扉まで行ったので、過去に行っちゃいましょう。いや、過去に来るって久々だよね。10日に行ったから、10日前だね。今日20日だから。10日前に過去に行ったと。うわー、すげえ。みんな、五木の屋敷かな。巻物見つかるといいけど。じゃあ、有星家に行かないといけない。だって持ち歩いてはないでしょ。高城って、アイテム拾った方が回復になる。回復、アイテム、割と命。これか。高城邸とかいい思い出ねえんだけどな。高城邸だろ。だってさ、10日前に事件あったとこじゃん。あら、なんかあんねん。違うよ、お前じゃねえ。違う、ミラ鏡。ペローよし、オッケー、いいでしょう。よし、入るか。おすげえ、こういう感じ。なんかこのセバスチャンの音が合うね。セバスチャンの音っていうの。これは、おーや、これは皆様、よくぞいらしてくださいましたね。うっす。こんにちは、ウスタさん。イスキ君たちいますか。はい、お坊ちゃまたちでしたら、今日は例の妖怪の調査のためお出かけしてるね。うっす。例の妖怪って確か前にも話してくれた人の魂を奪う獣の姿をした妖怪のことだよね。シーの母さんと五木の姉ちゃんの魂を奪った妖怪。うん、あの時からずっとその妖怪のことを調べてるんだね。シン君たち大丈夫かな。まあまあ、そんなご心配をなさらずに、もしもの時はこの私が。やはり来ていただるござるか。君はスーさん、確か真の守護連の。ござる。ウォッチの力を感じたので、もしやと思えば今すぐ拙者と来てほしいでござる。ちょっとどうしたの。真君たちは一緒じゃないの。真殿たちは橋を渡った先でござる。ついに奴がござる。獣の妖怪が現れたでござる。みんなは大丈夫なの。まだ無事のはずでござるが、かなり危険な状況でござる。拙者だけでは万に一つの勝ち目がないでござる。すぐに助太刀に来てほしいでござる。なんかヤバそうだけど急ごう、あかりさん。そうね。スーさん、案内して。急げ。あぶね、無事今スティックめっちゃグリグリしてたけど、そっか、スイッチのスティックで壊れた。神殿たちは町の東側にいるでござる。すぐ行く。待ってて、みんな。よし、行きましょう。ウェイ。探偵団、ちょ、電信柱邪魔でござる。どこでござるか。このスティックの操作が上手くなってきたね。あれじゃねあれだ。でも、いる？おい！シン、何やってんだ？早く妖怪を呼び出せ！でも！ダメだ！全然ウォッチが動かない！こんな時にでもか。なんで？前はちゃんと使えたのに！くそ、動け！小物感が。え？くそ！ついに姿を現したな、化け物め！私の名前は、たまもの前。気軽に、たまもと呼んでくれていいよ。お前が母ちゃんたちの魂を奪った妖怪。くそ、妖怪ウォッチさえ使えれば。弱いっていうのは、哀れだね。何？かわいそうに。たかがうちからのない奴は何もかも奪われる。お前たちは何もできずに、私に食われるのさ。
俺は妖怪ウォッチに選ばれたんじゃないのか。許さないんだから。シーは弱くなんかない。今はちょっと調子が悪いだけなんだから、運が良かったわね。私だって、シーにばっかり頼ってちゃダメ。ここは私が相手になる。どうするつもりだ。私だって見習いだけど厳しい修行だってしてるんだから。ほう、そうかい。なるほどね。お前妖術師なのかい。それはさぞうまい魂なんだろうね。あのお方もお喜びになるだろうさ。あーうち、あーうちみんな大丈夫？探偵だ、来てくれたのか。これはまたゾロゾロとうまそうな人間たちだね。こいつが獣の妖怪。し、どうしたんだよ。しっかりして。タエちゃん、大変、どうしたの？私がその娘の魂を食ってやったのさ。そして次はお前らの番だ。はあ、いきなりボス戦か。回復アイテムが2個しかないんだよね。死んだらやり直すしかないな。タマモです。マリモです。タマモボクにとって火はあまり効かないようだ。コマさん頼む。こいつはまあたかが中ボス戦だから、そんなに苦痛はしないと思う。まあアイテムはちょっと使っていこう。ちゃんとアイテムは使っていこう。あー、まあクソの回復アイテムでも多分とりあえずは大丈夫。それじゃあレスタースタロー、スクラクル、あ、ちょっとかっこいい。頑張れ。いけ、オッケー、9回よ。あ、26いたね。結構死んだ。半分か、これで。こいつはそんなに強くない。回復アイテムの時にトマ、上がっ、よし、オッケー、いいよ。よし、うまい、強い。強いな。危ない。まあ結構減らしたから多分大丈夫。これ倒せる。こいつ大したことねえな。むしろあいつの方が強かったぞ。クボの方がドローグボロの変形強かった。頼む、最後。なんでやねん、言ってんじゃねえ。余裕ぶってね。オッケー、余裕ですね。余裕のよっちゃんでしたね。大して強くもないし、EXP も全然もらえてねえよ、経験値が。よーし、オッケー。タマモ、タエちゃんを元に戻しなさい。この娘、人間不正が。この娘の魂はもう私のものさ。私気なんざさらさらないね。お前のものじゃない。今すぐ元に戻さないと許さないぞ。ふざけるな。よくがでかい口叩くんじゃねえや。娘がこんな姿になったのはあんたが弱いからさ。俺が弱いから。たく、無駄な時間食っちまったね。もうあんたらには付き合ってらんねえや。あ、奪った。逃げられた。タイがいない。何？まさか持っていかれたのか。お前らにこの、お前らにこの私を捕まえられるかな。妖魔界でお前たちが来るのを待ってるよ。ま、人間が来られたらだけどね。くそ、やられた。まずいぞ、妖魔界だと。タイは妖怪の世界に連れて行かれたってことか。俺のせいだ。俺が妖怪王子を使えなかったから。しっかりしろし、今落ち込んでる場合じゃないだろ。分かってるよ。そうね、まずはどうするか考えないと。みんな俺のやつに来てくれないか。そこで話そう。ああ、かったりな。あれがたまの、たまもの前、すごく嫌な感じござる。くー、自分の力不足が不甲斐ないでござる。取り舞い総合、
多分回復アイテム買ってかないといけないんだけど、漢方屋ってどこだ。経験値玉か。経験値はあっても回復がないとな。次のボス戦で殺されちゃうからな。で、実はね、前回で撮影終わった後攻略法を見たんですけど、なんとですよ、あのね、ジョローグマの倒し方ね、やっぱトーマのあの技、玄武の技をいっぱい使った方が確実に成功率高いらしいですね。まあ僕は、うん、ご利用しましたけど。じゃあ行きましょう。いやー、いいねー。ここか？いや、この辺だっけ。失礼しまーす。ここか、すごいなー、初行が。たまもの前。たまもの前ってなんか駅みたいだな。たまもだったか。やつは妖魔界で待ってると言った。ああ。つまり、タイもそこに連れて行かれたってわけだ。妖魔界、妖怪たちの世界か。問題は賜物の言う妖魔界にどうやって行くかだよね。ところで、お前たちはこの時代に何の用があったんだ。いやー、タイちゃんな、実はね、タイちゃんがさ、あれ多分有星家だからって持ってるんじゃないかなみたいな。分かった。なるほどな。それでタイに会いに来たってわけか。でもまさかこんなことになるなんて。みんな、ごめん、俺のせいだ。俺が妖怪ウォッチを使えなかったから、タイを守れなかったんだ。ん？妖怪ウォッチが使えないって、前は使えてたよね。実は少し前からウォッチが動かなくなったんだ。故障？ん？ウォッチが動かなくなった？そんなことあんのか？もしかして壊しちゃったのか？いいえ。妖怪ウォッチが使えなくなった理由はそんなことではございません。何？嘘、どういうことだ。はい、簡単なことで言うし、今の神様はウォッチを扱うに足る力量をお持ちでないということですね。そんな、力量、そんなこと言われたって。うん、何か原因があるのかな。死んだウォッチのことも気になるけど、今は妖魔界に行こうを探さないとな。よし、ここはもう一丁おばばに聞き行くか。一旦未来に帰ろうぜ。未来か。ああ、出方どこ、ここ。ああ、なんかあったあったあった、アイテム。アイテム欲しいな。どこだよ。ええー、漢方。ああ、よかった、とにかく。漢方高いからさ、こういうとこで集めとかないとさ、結構積むんだよね、このゲーム。階段降りたい。高城邸でむしろこんなんだったんだって。迷った漢方。やった、漢方漢方漢方。いいぞいいぞ、アイテムいっぱい落ちてんぞ、ここ。いいねいいね、漢方か。ちょっと八百屋でタケノコ買ってから帰るか。ここの八百屋のタケノコがいいんだわ。タケノコがめっちゃね、なんか回復量がちょうどいいっていうかさ。だからむしろここで買ってかないと多分損だと思うんだよね、確実に。だからタケノコ買ってから帰ります。いやー、すごいよねこの、今更また言うけど、この 3D の感じが、あーすいませんね、この 3D の感じがいいよね。ごめん、ちょっと八百屋行ってくるわ。せっかく自分で解放させた八百屋だからさ、タケノコです、タケノコさ、ちょっと買っときたいんだわ。あ、違う。こっちじゃねえわ。お前。いらっしゃい。じゃあ買ってくわ。何にするの？あれ、タケノコここじゃなかった？うん。松茸のこ。高えよ。まだ買えねえし。それね、いくつ？まあいいや。まあ3個ぐらい買っておいてみる。はい。それね、いくつ？11個は高えって。4個ぐらいでいいか。とりあえず4個ぐらい買えてる。まだ見ていく？いや、いいわ。
また来てちょうだいね。まあ、とりあえずお金はね、なるべく貯めとかないと。あ、すいません、車見えてないです。漢方買わないといけないからな。みんなで行くの？でもパパにおまかいの生き方なんて知ってかな。なんなら俺が教えてやろうか。あ、誰？お前はまさか四天王寺。四天王寺みんな集まってピクニックってか。おいおい、俺たちも誘ってくれよ。ってか、なんで過去にいいんだよこいつ。四天王寺凍結カナダからまで何のようだ。おいおい、そんなに冷たくするなって。俺たち一緒に戦った仲だろ。待て、今更だけど、あの女の子がいねえ。何が目的なの？目的ねえ言わせるなよ。妖精剣に決まってるだろ。ふざけるな。渡すわけないだろ。だってさ、どうするよ洞穴先生。我が主のために力づくり奪い取り富み。マジいきなり戦闘。よーい、なんだよこの戦闘、聞いてねえよ。よかったわ、タケノコ買いに行っといて。なにこのさ、ザコボスか。ザコボスか、やべえよ。だけど表示がボスだ。ダメだ、相手だけでも強いか。まだタケノコは使いたくないから、せっかくもうさっきそこでトマト買ったんだから、トマトの使い方。ああ、まあいいね、いい回数量。あれ、ジバニャ死んだのか今。なんで何が起こってんだよ、死んだのかよ。はい、プレゼント。あと一匹ジュニアなの。あ、でも結構減ってんな動物は。こんな技が使える。アキノリが死にそうだ。とりあえずアキノリの回復に当たろう。とりあえず今さっき買ったトマト回復アイテムがさ、全然なくなっちゃったのよ。とりあえずトマトでいこう。さっき買ったばっかだな。アーキー。全然ねえんだよな、回復アイテムが。回復アイテムが全然なくなっちまってさ。おい、全然前回で回復アイテムなくなってるもんな。最悪だな。前戦ってくれたやつだな。やばい。豚骨ラーメン使っちゃったよ。これ何、これどうしたらいいの。やばい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 、追いかけっこはしたくないでございます。あー、とりあえず回復、苦い感想使い切ったか。まだあいつら生きてるのか。メンバー交代。とりあえず復活する。あ、痛い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 。あー、やばいやばいやばい。間違えた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 。アイテムアイテムアイテム。なるほど。まあいいや、まあいいや、少し回復するだけ。おい、早いこいつ、こいつ待て、こいつ早いぞ。ああああああ、お願い仲間よ、戦っといてくれ。
よしよしよし、行こう行こう。こいつ強い。こいつ、これ使ってやるのは HP 自分ない。よしよしよし、いけ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 、オッケーオッケーオッケー。よし、よく死んだ。死んでる間に片付けてくし。よしよし、これ結構減らせる。結構減らせるよ、今。これ使ってる間は HP 自分ないから。よし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 、でけえぞでけえぞ。トーマうまく使おう。あとお前らに任せる。あとは俺は逃げる逃げるに回る。あとは多分お前らの話か。俺のこと好きすぎか。俺のこと好きすぎか。いい感じだ。いい感じだ。僕たちの勝ちだ。おいっしょ、苦い漢方。いいね。おいって、相変わらず元気なやつらだね。少しは腕が立つようになったな先生。こいつこいつら前に戦った時より強い。みんな気をつけろ。わかったわかった、今回俺たちの負けにしといてやるよ。四天王寺。何、どういうことだ。ほらほら、戦利品ってやつだ。え、あ、これは妖魔界行きの切符だ。もちろんこの時代の妖魔界だぞ。どういうつもりだ。何、ただの人助けだって。礼には及ばないぜ。おいおい、そんな顔するなよ。困ってる人間を助けるのは当然だろ。これで借りは返した。行くぞ洞穴。借り、前回言っちゃった。何だったの、世界の悪もくれるなんて。もしかしたらこの前助けたからその恩返しに来たとかじゃね。おいおい、恩返し、あいつら悪党だよな。っていうか最初は襲ってきたし。よし、でもこれで妖魔界に行くことができる。彼らの目的は気になるけど、今は先を急ごう。まぁ、あ、ちょっとボソッと借りは返したって聞こえたから多分恩返しだと思うんだけど。探偵だ、やっぱり強いな。どうやら妖魔界の生き方も見つけたみたいだ。うん、いつき、俺は行くのやめるよ。はあ？お前何言ってんだ。妖怪ウォッチが使えないんじゃみんなの力にはなれないよ。あの時みたいにまたタイガを助けられないし。まったく、耳に痛いことを言ってくれるな。俺はそのウォッチすら持っていないんだぞ。あのな、深く考えることはなんてない。友達が連れ去られた、だから助ける、それでいいんだ。いつき、あ、俺は妖怪ウォッチを持っていないが、タイを助けに行くぞ。たとえ止められてもな。し、お前は俺を一人で行かせる気か。なんだよそれ。うん、俺なんかいろいろ考えすぎてた。妖怪ウォッチがあってもなくても関係ないんだ。行こう、タイを助けに。最後まで投げんな。おい、二人とも、そろそろ出発するよ。この扉で妖魔界にもう行けちゃうのかな。あー、この扉で妖魔界にも行けちゃう。あ、ここで行けるんだ。へえ。いい。イヤホンのコード引いて進んだ。いやー、楽しみだね。過去妖魔界ですからね。過去妖魔界ですからね。今、デレレレ、デレレレンっていうのは何、バグ。おいし、おー、サク。うわ、すーげえとこ行ってたな。てか、なんか一番の都会じゃね。いや、どっちかというと中国か。あ、中国違うな、大阪。うん。すごい。何、こんな景色見たことない。だね、この時代の妖魔界ってこんな感じなんだね。てか、この時代の妖魔界、都会すぎる。インデコな建物だらけ。なんかすげえとこだな。思ってたよりずっと早かったところだね。とんでもないところに来ちまったな。なあ、シン。シン？お、驚きすぎて固まってるみたいだね。やれやれ。シン、帰ってこい。
ヨーマ界に来れたのはいいが、問題はどうやってタマモを探すかだな。ウィッス、それならばこの私にお任せあれ。何か当てでもあるの？もちろんね、ウィッス。このヨーマ界は庭も同然、知らないことなどござんせん。何せ私、この世界の大魔王様の側近でしたから、どこ行ったってVIP待遇ですよ。何それ、そんなこと言ってたっけ。おいおい、大王の側近でまたうさんく、大王の側近でまたうさんくさい設定が出てきたぞ。あきるんでしたね。ちょっと設定じゃなくて人生、ウィッス。今でもカンパスで宮殿に入れるんですから、そこまで言うなら証明するで、ウィッス。今からエンマ宮殿にご案内しますよ。でもここは過去の妖魔界じゃない。 それが本当なら何か聞けるかも。ここはわずかな可能性にかけて。ウィス、トーマキュン、あなたもなかなかのトゲをお持ちですね。でもさ、ここは過去だよ。タエ、待っててくれ、絶対に助けるから。だからここは過去で、未来の側近かもしんないけど、過去で側近やってたのかな。未来の私、未来の私ってマジで大王様の側近。それはご自分の目で確かめるのがいいでしょう。怪しいな。いや、エンマ界、妖魔界か。ああ、すげえ、結構で、あ、続きもある。うわあ、すげえ、妖魔界でけえ。怖い、怖い、怖い。人が透明だ。びっくりだね。ああ、懐かしい。ここはね、妖魔界の中でも特に大きな町で、夢と希望を持った妖怪たちが集まる場所なの。今回もみんなの心に夢中させる、スーパーアイドルになるためここに来たの。あのさ、思ったんだけどさ、結局あの子と別れたじゃん。嘘でしょ、あの子と別れたか。くっそー、マジか。ずれーな。あっ、いろいろいるな。あれか、絶対バトルだろ。もういいよ、バトルでも。なんだお前ら、なぜ人間が妖魔界にいる。なんかすごそうな、すごい怖そうなもんだもん。正面突破は無理そうだな。おい、どうするんだ。大丈夫ですって、私にお任せくださいな。私ですよ、私、妖怪室にのウィスパーでウィス。ほらほら、大王様の側近のちょっと宮殿に入れていただきたいなって。知らんわ。怪しいやつをここを通すわけにはいかん。ほんま、やっぱ嘘じゃん。やっぱ嘘か。そうでした、ここはずっと昔の妖魔界なんでした。道理で話が通じないで、ミス。まあそんなにうまくはいかないか。うん、これからどうしよっか。妖魔界に来られたとこまでは良かったんだけどな。こうなったら聞き込みしまくるしか。任せろ。そこの前たち何か困っているのか。老婆違う、出たー。だあいつ出た、あいつ出てくるんだ今回。誰、フユニャン。困っている奴は見過ごせないな。俺が力になってやるぜ。なんでフユニャンがここに。ああ、もしかしてマリムか、久しぶりだな。それとウィスパ、お前も元気そうで何よりだ。ウィッス、これはまさかの展開ですね。あなたもここにないようで。え、マリモの知り合いなの。前と一緒に冒険した俺の友達なんだ。今のマリモの仲間か。よろしくね。うん、よろしく。昔の妖魔界で知り合いに会うって、お父さんどんな少年時代を過ごしてたの。ところでフニアはここで何してるの。妖魔界のパトロールだ。この町の平和と秩序を守るのも俺の役目だからな。妖魔界のパトロール。ねえ、じゃあさ、タマモっていう妖怪のこと知らない。ん、タマモだと。ああ、知ってはいるが、最近になって人間界で悪さをしているという噂だ。まさかそいつを探しているのか。うん、俺の大事な友達がタマモに連れ去られたんだ。なんだと、まさかそこまでの悪事を働くやつとは。俺をその友達、タヨを助けるためにここまで来たんだ。だからお願い、フユニャン、
力を貸してくれ。友達のためか。お前いい目をしているな。ああ。分かった。俺も全力で手を貸そう。やったー。ありがとう。タマモがこの妖怪に妖魔界に逃げたのが逆に好都合だ。奴のことを知っている妖怪は多いからな。そいつから話は聞ければきっとたどり着ける。まずはタマモを知る妖怪たちを探す。キークエストくさいな。キークエストくせえな。はい、キークエストでーす。3つでーす。キークエスト3つか。あー、マジか。てか、とりあえず妖魔界に来たはいいもの、泊まれる場所を探さないといけないよな。地下入り口。うわぁ、すげぇ。すげぇとこ来ちゃった。ちょっと待って。うわ、地下だ。ああ、あれ、キュッピーはいない？キュッピーがいないな。あ、入り口のとこか、キュッピー。それじゃあキュッピーのところに戻ろう。違う、こっちじゃない。とりあえずキュッピーのとこで、とりあえず今日は宿。てか妖魔界でかっ。妖魔界でかっ。あー、ここに来てこんな新しいステージが出るのか。ここか、駅があるね。ペロー。よし、こいつ運が今日妖魔界では必須なんじゃないか。よし、オッケー。椅子か。あら、ベンチに一日、まあいいや。とりあえずこの辺でホームレスするしかなさそうなんで、今回ここで一日終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、ね、次の日、解決したいと思います。じゃあ、さよなら。